アキウソ The only needing to do。 なんでまたあんたと組まされなきゃいけないの。アルウソから続いてもう3回目なんだけど。喧嘩するほど仲が良いと思われているのかしらね、キャンパスに。そんなことないからね。別にツンデレというわけでもなく、純粋に犬猿の仲ってやつだから。私はあなたのことそこそこ好意的には思ってはいるのだけど、残念だわ。そんなこと言いながら、夏ウソのカウントダウンドラマの時に秋ウソが発売されないって嘘ついたこと忘れてないんだからね。そういえばあの時も人気について話題が出ていたけど、実際私と程度節間の人気ってどうなんだろう。シナリオライターがツイッター上でアンケート機能を使って人気投票をした時はこんな感じだったらしいわよ。まさか到着とは。これは夏ウソ発売後に行ったものだし、あくまでも参考記録と考えて良いでしょうね。ま、今回ばかりは程度静かに同意かな。私たちのメインヒロイン姿をまだユーザーのみんなには見せてないもんね。富裕層発売後の人気投票で CU を決するのが良いでしょうね。今から楽しみね。ぜひともこのウソシリーズのもう一人の主人公にしてラスボス、そしてメインヒロインの私に投票をお願いするわ。何そのチート設定、普通のヒロインじゃ勝てないじゃん。それも赤文字になっていないだと。その片鱗は秋嘘でも見せられると思うわ。私のファンは秋嘘を購入することを命じます。あれ、なんでも秋嘘の売り上げに貢献しようとしてる。もちろんレンフォードさんが出ている場面はスキップしても構わないわよ。ダメに決まってるでしょ。購入した人は私の登場シーンを10回は見返してよね。以上、アキウソ The only needing to do の発売4日前でした。待って待って。